カニの季節になったらカニを食べに行く、うん、嬉しい、なんか嬉しい、ね、店員さんがいつも、うん、なんだかありがとうございます。あ、それはね、あのボストンに行った時に、うん、エビ食べ行ってるじゃないですか。そう、甲殻類よ、エビ食べ行ってんじゃん。カニ食べてよ。エビしかなかったんだ。ないんだよ。でも金近くんとリンタロウとかニコちゃん、うん、リホちゃんもめっちゃ仲いいイメージあるけど、実際どうなの？でも今のお話聞いてて全然なんか違和感なく、うん、私たちだなと思いながら、当たり前みたいな、うんうん、ほらほら、え、千枚お風呂2人で入る？入るよね。入るホテルとかに泊まるお仕事とかでも、うん、なんかあの相談せずにもう同じ部屋とか泊まる、うちらも全然そう。嘘だよ。嘘と言えない。やったことないじゃん。全然そうだよね。やったことないけどな。さあ、パピーさん。パピーさん。子犬さん来てないよ。子犬来てないよ。出会いはセンセーション。刹那のストップモーション、まさにレボリューション。